皆さんこんにちは、岡田克也です。いよいよ総選挙が始まります。非常に重要な選挙で、かつ民主党に対しては厳しい風が吹いていますが、それを乗り越えて、しっかりとこの国の政治を担う、そういう民主党であり続けたいというふうに考えています。この選挙でいくつかのことを私は訴えたいというふうに考えています。まずは社会保障税一体改革。私たちは3年3ヶ月前に4年間は消費税を上げないというお約束をしました。にもかかわらず、なぜこの社会保障税一体改革、消費税の引き上げを含むこの改革を実現したのか。それはまさしく状況の大きな変化、すなわちヨーロッパの経済危機や東日本大震災、そういう中にあって、改めて我々今置かれている、私たちが置かれている日本の財政状況の厳しさということを考えさせられたということです。この問題はやはり私たち自身が自分の力で乗り越えていくしかありません。ギリシャやスペインに対しては世界から手が差し伸べられました。しかしそれでも解決していません。日本のような大きな国が先に遅れば何とかなるとか、どっかが何とかしてくれるとか、そういう幻想を持つべきではない、そういう意味から社会保障制度をしっかり持続可能にしていくためにも、負担の増加、つまり消費税の引き上げも合わせてしっかりとやっていかなければいけない、そういうふうに考えました。後世この判断がどう評価されるか。私は日本の国を財政破綻から防ぎ、そして社会保障制度の持続可能性を確保したということで、必ず高く評価されるというふうに考えています。そしてそれを実現するにあたって、野田総理のリーダーシップ、政治生命をかけたその決意が、私は野党も動かしたというふうに思っています。もちろん社会保障制度の改革も同時に、年金で2本、そして子ども子育てで3本の法律を成立しました。残る大きな課題については、すでに始まった国民会議でしっかりと結論を出していく責任があるというふうに考えています。第二に訴えるのは民主党政権の成果です。マニフェストについていろいろなご意見があります。しかし、できなかったこともあるが、できたこともたくさんあるというふうに考えています。一例を挙げれば、子ども、あるいは子育てに関する政策です。児童手当という名前には戻りましたが、従来の児童手当と比べるはるかに充実した私たちの新しい児童手当、そして35人学級、40人の壁をなかなか突破できなかった小学校1年生、2年生については35人学級を導入しました。そして高校の授業料の無償化や奨学金の充実、親の所得やあるいはその経済状況で子どもが十分に学ぶチャンスがない、そういうことがない社会に大きく前進させたと思っています。そして最後に子ども子育て一体改革の中で充実したものにしました。妊娠すると必死になって子どもを預ける場所を探す、見つからなければ仕事を辞めなければいけない、そういう状況を脱して、そして他の先進国と同じように子どもを育てることと働くことがきちんと両立できる、そういう日本にする、その思いはかなり私は達せられたというふうに思います。今後さらにこの子ども子育てについては充実をさせる、そして働くことと子育てがきちんと両立できる日本にする、そのことのについて大きな第一歩を示すことができたというふうに考えています。さて経済ですけれども、もちろん日銀と協調して金融緩和をしていくということは重要なことです。しかし一方的に日銀のせいにしたり、あるいはお札をどんどんすればいいと、こういう話ではないというふうに思います。そしてより重要なのは、企業が投資を行い、そして雇用を増やし、所得が増える、そういう中で消費も増える、そういった実体経済をどうやって良くしていくかということがより重要であることは言うまでもありません。私たちが言っていることは大きく言って2つあると思います。
一つは新たな成長分野を作っていくということ、従来の自動車や電気、その他の産業、これも重要ですけれども、同時に新たな産業、私たちは一つはグリーン、つまり省エネルギーや自然エネルギーの分野を日本の経済の大きな柱にしていく、これは原発に依存しない、原発のない社会を作っていくためにもぜひ必要なことです。そして第2はライフ、すなわち健康とか医療とか介護とか、こういう分野を大きな柱にする。3番目は農林水産、こういった3分野を中心に日本経済、そこに日本企業、あるいは外国の企業も含めて投資を行い、そして雇用を増やしていく、経済成長していく、そのことを思い描いているわけです。第2はやはり国を開いていくということです。もちろん今も日本の国はかなりの程度開かれていますが、さらに開いていくということが重要です。アジアの成長のエネルギーを日本に取り込んでいくということが極めて重要で、そういう観点から TPP や、あるいはすでに調印して交渉が始まった日中韓経済連携協定、あるいは ASEAN を中心にインド、オーストラリア、ニュージーランド、そして日中韓が入った広域連携協定、こういうものを同時並行的に進めていく、そのことが極めて重要だというふうに思っています。この経済連携協定については、私が外務大臣になって非常に驚いたのですが、自民党政権の後半、政権交代前にはほとんどのものがうまく動いていませんでした。私たちは日本とインド、日本とペルーの経済連携協定を結び、そして日本と EU の経済連携協定の交渉再開にまでようやくこぎつけたところです。そして先ほど申し上げたアジアにおける自由貿易圏を将来的に作っていくための重要なステップとして、日中韓や TPP や、あるいは ASEAN を中心として広域連携協定をしっかりと前に進めていく必要があるというふうに考えています。さて、今度のこの選挙、私が非常に重要だと思うのは、ある意味日本の一つの岐路、分かれ道に来ているんじゃないかということです。戦後敗戦の中から立ち上がった私たちの先輩たちは、額に汗して働き、お互い協力をして、そして豊かで平和な日本を作ろう、そのことを心がけてこられました。日本国憲法というものも非常に重要な役割を果たしてきました。今日本はさまざまな試練に直面していることは事実です。内政においては、先ほどの財政の問題、これを破綻させずにしっかり立て直していく必要があります。少子高齢化が進んでいます。それへの対応、社会保障制度を含めて非常に重要になっています。その他、国内の産業の競争力や雇用の問題、そして対外的にも領土問題を含めてさまざまな懸案事項があります。でそういう問題についてしっかりと一つ一つ正面から向き合って、そしてそれを決断によって乗り越えていくということが求められています。それはまさしく社会保障全体改革で我々が、野田総理が行ったことです。他方で、いろいろなこういう一種の閉塞状況の中で、一つは石原さんや、あるいは安倍さんが言っておられるように、戦後成し遂げてきた価値観というものをある意味否定しながら、その象徴は憲法ですけれども、 GHQ 時代にできた憲法は廃棄だとか、あるいは全面見直しだと、こういう意見があります。憲法も戦後国民によって受け入れられて、そして重要なものとして今日まで来ました。変える必要があるところ、時代が変わったところ、そういうところはもちろん直していくということに私は異論はありません。しかし全面的に否定するということは、戦後の価値の価値観の否定にもつながりかねないというふうに思っています。そして外交などで非常に荒い言葉を投げかけて、一部の人たちにある狭いナショナリズムを煽るような政治、
そういった政治の行き着く先は私は非常に危ういものがあるというふうに考えています。まあ、しっかりと重要な問題正面見据えて決断し前に進める民主党、そして野田総理の政治なのか、あるいはいろいろな一部の国民の皆さん、この閉塞感の中でその感情を煽って進める政治なのか、そのことが問われているというふうに思っています。次詰めれば野田総理なのか、あるいは安倍総理、石原総理なのかという選択肢だと思います。私はここで道を間違ってはいけない、そして民主党に引き続き任せていただいて、この国の政治しっかりと前に進めていかなければいけないというふうに思っています。民主党に対してもすごい時間かけて議論して、そして結論を出してもそれに従えないと、そういう人たちもいました。いろんなことがありましたけれども、今や小沢先生はじめ一部の人たちは離党され新しい党をお作りになりました。そして鳩山元総理、大変民主党をスタートさせるにあたりご功績のあった方ですけれども、今回出ないという決断をされました。まあ、そういう中にあって、これからまさしく新しい民主党をしっかりと作っていく、まあ、そういう時代だというふうに思っています。国民の立場に立ったより良い政党にするために、30代40代50代非常にいい人材が揃った民主党ですから、私もしっかりと野田総理とともにこの民主党を立て直し、そして、日本の政治前に進めていきたい、まあ、そういうふうに考えているところです。選挙は本格的に選挙戦がスタートするにあたり、その直前私の思いを申し上げました。期間中はこのホームページは更新することはできませんので以上をもって私のメッセージとさせていただきたいと思います。